マリカ・ウフキル、マリカ・ウフキルは、かつて長期にわたり過酷な監禁生活を送ったことで、知られる、モロッコの人物である。5歳の頃、モロッコ国王ムハンマド5世の娘である、アミーナ王女の遊び相手として養女に迎えられた。マリカ・ウフキルの父親であるムハンマド・ウフキル将軍は、内相、国防省を歴任し、ハサン2世の熱い信頼を得ていた。しかし、 1972年にハサン2世が登場する、ボーイング727の撃墜未遂事件が発生、事件の首謀者であった、ウフキル将軍は処刑された。事件の数ヶ月後、マリカ・ウフキルとその家族は1973年から1977年まで、モロッコの南にある廃墟に軟禁された。1977年に、サハラ砂漠の監獄に移され、 さらに過酷な監禁生活を送ることになった。1987年、マリカを含む数人が脱獄を結行し、監禁生活の事実が全世界に知られることになった。その後4年間はモロッコの監視下に置かれたが、1991年に晴れて自由の実となり、マリカと家族の多くはフランスに移住した。現在はフランス人と結婚し、 アメリカに在住している。1999年に自らの体験を綴ったラプリーザネルを出版し、ベストセラーとなった。他言語にも翻訳され、日本では砂漠の囚われ人とマリカとして出版された。ありがとうございます。